フランソア一世は、バロア城第九代のフランス王。シャルル五世の彦で、ルイ12世のいとこにあたるアングレーム博、シャルルドルレアンと、サボヤ公フィリッポ二世の娘ルイーズドサボアとの間に生まれた。国内では、王権強化に努める一方で、対外的には、イタリア戦争を続けて神聖ローマ皇帝であるカール五世に対抗し、一時は神聖ローマ皇帝位を、 カルロス一世と争ったが敗北し、カルロス一世がカール五世として即位した。また、文芸の保護育成に努力した業績によって、フランスルネサンスの父と呼ばれる。フランソア一世は、フランスルネサンス期を代表する国王とみなされている。この王の知性に、フランスの美術及び文芸は重要な発展を見ることとなった。また、軍事。 外交上もフランス史上の活気となる戦争や外交事件が発生している。フランスは一世には神聖ローマ皇帝カール五世という強大なライバルが存在したことから常に両者の間にあって有利な相手と結ぼうとするイングランド国王ヘンリー・パッセイの外交上の交利心を頼みとしなければならなかった。フランスは一世の対カール五世政策は政治書を半ばするものだが 実現の暁には、フランス王国の維持に支障をきたスカール五世の構想をくじくことには成功した。カトリックの両大国が敵対したことは、西洋キリスト教世界に重大な影響をもたらした。例えば、この頃起こった宗教改革の拡散を容易なものとしたほか、何より、オスマン帝国にウィーン包囲を許し、ハンガリー王国のほぼ全土を占領させてしまっている。 国内の状況を見ると、フランスワ一世の統治機関は、宗教改革の急速な拡大と、はっきり一致している。また、中央集権体制の確立、戦費の捻出、芸術の発達のために、国家全体の運営を掌握し、最適化する必要が生じたことから、特に税収増を目的とする一連の行政改革を実施し、これらの改革は、時代のンリ二世にも受け継がれた。 議会の支援がなくとも資金を簡単に調達する方法がフランソワの知性に考案された。それは年金型長期国債を国王の直轄財産と調税権で担保するものである。これらの担保は引き受け官事のパリ市長とリヨン銀行市団へ移譲された。そしてこれら担保の果実が優先的に弁債へ充当された。国王は信用がなかったので 実際に発行された国債は年利10%を下らなかった。フランスは一世のテストン銀五1528年から1540年。フランスは一世地下で最も流通していた銀貨アングレーム・ハク・シャルルとルイーズ・ド・サボアの間に長女・マルグリットに次ぐ第二子としてコニャックで生まれた。シャルルはこの子を残して1496年に死去し、 フランソワは1歳3ヶ月余りでアングレーム博を継いだ。1498年に即位したルイ12世には男子がなかったためサリカ法により上位にあたるフランソワが王い継承者とされた。また、ルイ12世と王妃アンルとの間に生まれたまた10枚のクロードと1514年に結婚し、共同のブルターニュ公となった。翌1515 15年。 ルイ十二世の死により、王位を継いだ。クロードの死後は、長男フランソは、ついで次男アンリ二世が、王太子の称号と共に、ブルターニュ皇位を継いでいる。人文主義者の教育を受け、即位後は、レオナルド・ダヴィンチ、ロッソ・フィオレンティーノ・らの芸術家を保護し、ルネサンス様式の宮殿を建てた。1530年には、後にコレージュ・ド・フランスとなる、コレージュ・ロワイヤルを設立し、 ヘブライ語、古代ギリシア語、数学の研究を促進させた。フランソワ一世は、二代前のフランス王シャルル八世が、始めたイタリア戦争を継続した。1515 15年にマリニアーノの戦いに勝利、ミラノ公国を占領しスフォルツァ家を追放した。スフォルツァ家に仕えていたレオナルド・ダヴィンチは、翌年フランスへ移り、フランソワ一世が宮殿としていた。 アンゴアーズ城界隈の黒リュセ城に居住し、ルネサンス文化を伝えることになった。1516年には、ローマ教皇レオ十世とのボローニャの政教協約で、国王は大司教、司教、大総委員長の使命権を持つことをローマ教皇に承認させ、フランスの国家教会主義を完成させた。1519年、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世が崩御すると、 強皇レオ10世以来の指示を得て、フランスは1世もローマ皇帝くらいの後継者候補に、なるが1票も獲得できず、スペインをオカルロス1世が皇帝選挙に勝利し、カール5世として即位する。これにより、フランスはハプスブルク家によって、ドイツ・スペインと周囲を囲まれてしまう状況が固定化した。1521年から1544年にかけては、 イタリアをめぐって、カール5世と争い、1525年のパビアの戦いでは、前線で指揮を取るが、捕虜となってしまう。スペインで遊兵されていた間の1526年に、カール5世とマドリード条約を結ぶが、解放されるや条約は無効と宣言し、教皇クレメンス7世もこれを支持した。カール5世に対抗するため、コニャック同盟で、教皇、 イングランドをヘンリー・パッセイラと結び、ドイツのプロテスタント諸侯を支援したり、異教徒であるオスマン帝国のスレーマン一世と密かに結びつき、第一次ウィーン包囲を消しかけたりもしている。フランスは一世自身はカトリックであり、激文事件をきっかけに国内のプロテスタントを弾圧している。しかし、ローマ略奪で教皇はカール五世とは僕、 他のイタリア諸国もカール5世に従属し、1529年にフランスがイタリア放棄を約束したカンブレーの和訳を締結した。和平の一環として、1530年にカール5世の姉でポルトガル王マヌエル1世の未亡人であったレオロールと二度目の結婚をしている。しかし、以後もカール5世との戦闘を継続、ドイツのプロテスタント諸行が結成した。 シュマル・カルデン同盟と同盟を結んで戦ったものの、ハプスブルク家の優勢を覆せず、最終的に1544年にクレピーの和役を結び、イタリア政策は失敗に終わった。1547年3月31日にランブイエで死去、長男フランソワに先立たれていたため、次男アンリがアンリ二世として即位、イタリア戦争を再開した。フランソワ一世は、 アメリゴベスプッチのスポンサーとして、その後海を援助した。新大陸の中南米を抑えたカール5世に対抗し、北米を狙ったためである。またジャック・カルティエを、カナダ植民に送り出し、ヌーベル・フランスの基礎を築いている。また、芸術の講演者であった、フランソワ一世は、名画モナ・リザを携えたレオナルド・ダ・ヴィンチを含む多くのイタリア人芸術家の支援を行い、結果的に、 フランスのルネッサンスを推進させた。フランスワ一世の知性は、フランスの中央集権国家としての始まりの時期であった。19世紀フランスを代表する作家の一人、ビクトル・ユヴーは、1832年に、戯曲、王は楽しむを発表した。この作品は、フランスワ一世の道化しトリブレが主人公で、トリブレの娘ブランシュが、 王にもてあ遊ばれたため王に復讐をしようとして起きる悲劇を描いた作品である。1832年11月22日にフランス座で上演されたが特権階級の腐敗ぶりとそれに対する批判という当時としては極めて過激な内容であったため早くも翌日には上演禁止となり以後1882年まで上演されることはなかった。後にこの作品は ジュゼッペ・ベルリによってオペラ化され、1851年にリゴレットとして初演された。これは登場というより言及というべきだが、マルセル・プルースとの失われた時を求めとの序文の冒頭では、私がフランソワ1世とカール5世の間の競い合いについて書かれた本について語っている。最初の王妃クロードとの間に三男四女を設けた。 二番目の王妃エレオノールとの愛の子はいない。ありがとうございます。